当時、ケリー・ホイルックを見るたんびにですね、かっこいいな、畜生。かっこいいな、畜生。っていうふうに僕は言ってましたので。船木正和です。今回も質問フォームになります。自分はエリック兄弟が好きで、中でもケリー・フォン・エリック選手が大好きでした。船木選手はエリック兄弟との接点はありましたか？あの必殺アイアンクローについてどういった印象を持っておられますか？確か昔若き日の橋本真也選手が自身のライバルとしてケリー・フォン・エリック選手の名前を出していた記事を読んだ記憶があります。以上よろしくお願いいたしますという質問になっています。ケリー・フォン・エリック選手、鉄の爪ですね。1984年、全日本プロレスに初来日です。ちょうど自分が新日本プロレスにその入門をした頃なんですけども、ケリー選手のことはまずテレビでですね、みんな当時新日本プロレスの選手は全日本プロレスの中継も見てましたので、そこで、ケリー・フォン・エリックという選手が全日本プロレスに来日するという、鉄の爪のフリッツ・フォン・エリック選手の息子ということですね。で、一番最初に見た時はですね、かっこいいなと。まずロン毛、結構ハルク・ホーガンもこうロン毛だったんですけども、ケリーさんの場合はふさふさのロン毛だったので、なかなかそういうふさふさのですねロン毛のレスラーをあまり見たことがありませんでしたので、リック・フレアさんもそんな感じだと思うんですけど、なんかもっとこうもっとその筋肉もですね、ハルク・ホーガンさんとかに比べるとちょっとこうボディービルダーに近いんですかね、そんな感じの筋肉をしていましたので、かっこいいな、金髪のロン毛ですか、ロン毛で、均整の取れた筋肉。こんなかっこいいレスラーがいるんだなと最初そういうふうに思いました。そのぐらいでとどまったんですけども、でそこから、1年後ですね、1985年、新日本プロレスにそのケリー・フォン・エリック選手が来日をするということで、結構楽しみにしてたんですけども、自分もその時は16歳です。デビューしたてぐらいですかね。で来ました。第一印象ですね、実物大きいなといつも思うんですけども、全日本プロレスの中継を見て、そこからその新日本プロレスに来た選手ですね、ブロディさん、それから越永さん、そしてこのケリー・フォン・エリック選手も思ったよりもですね、みんな大きいな、本当にこう身長も横もですね、テレビで見る感じとなんか全然それよりも大きいな、富士山見た時もそうですね、大きいなと、すごく大きい、ケリー・フォン・エリック選手191センチの120キロ、大きいです。均整が取れた上で大きいのでもっと大きく見えました。そしてその時の試合、藤波さんとかですね、木村さんとか新日本正規軍と試合をするんですけども、心の中では自分はケリー・フォン・エリックさんのその応援をしていた、セコンドついてですね、していた記憶があります。そして新日本プロレスに来日した次の年、1986年になんとバイクでですね、交通事故に遭ってしまい、右の足を切断という、噂が来ました。足が全部なくなったのか、どこからどこまでそのなくなったのか分からなかったんですけども、その2年後ですね、88年に、復帰をして新日本プロレスに再びその来日をするということになって、足どうなってんだろうとですね、みんなでこう噂をしてたんですね。それで来日して、でも普通に歩いてますし、あとはリングシューズをですね、常にその会場入りする時にはもう履いていましたので、もしかしたらその中がその義足なのかと、膝から下は全部リングシューズ、ソックスとリングシューズでこう隠れてましたので、本当に全く違和感なく普通に歩きますし、ロープワークもするし、ドロップキックなんかも普通にできてましたので、全くそれが義足だったとは全く思えないぐらい、そのしっかりと動いていました。なので、
義足といえばですね、最近で言えばその安さんですね、八千代義明さん、以前にその義足のレスラーがこのケリー・フォン・エリクサーですね、いたということを、最近ちょっとこうまた思い出しましたね、この質問で。1988年に来日、その義足になってその来日した時のその思い出なんですけども、その当時ですね、印象に残った試合はやっぱりその前田さんと、帰ってきた UWF の前田さんとですね、のシングルマッチですね、すごく思い出残ってるんですけども、当時はもう自分も18歳です、かなりその UWF にその傾倒していましたので、前田さんを相手にですね、その思うようにその自分の、アメリカンスタイルですかの試合ができない、そのできてないそのケリー・フォン・エリクス選手を見て、ますますですね、当時の自分はその UWF にそののめり込んでいってしまいました。この80年代ですね、の新日本プロレス、当時はですね、日本人対その外国人という図式ですね、世界のプロレス、イコールそのアメリカンプロレスですね、そして、日本のプロレス、新日本プロレス、ストロングスタイルというその、アメリカンプロレス対ストロングスタイル、そういうこの概念でこう試合をしていましたので、なので自分はどちらかというとそのストロングスタイル、完全にそのストロングスタイル派でして、それで当時ですね、海外から帰ってきたその武藤さんが海外の方がいいというその、武藤さんの気持ちがですね、当時は全くその理解ができませんでした。そしてこの1990年、このケリー・フォン・エリク選手も、例によってそのアメリカの最大、団体ですね、WWF、当時は WWF、後の WWE ですけど、それにその参加します。そしてそこから3年後の1993年にコカインの不法所持で起訴、裁判で実刑判決を下されてしまいます。最後は、父であるフリッツ・フォン・エリクさんの牧場に行って、エリクさんのジープを借りて、そして森へ行って、拳銃で自殺をしてしまったという、33歳の、短い生涯となってしまいました。エリック一族ですね、お父さんが、鉄の爪フリッツ・フォン・エリックさん、そしてその下にその6人の、息子たちがいました。長男、ジャック・ジュニア・エリックさんですね、この人は幼少期にも亡くなってしまったみたいですね。で、次男坊のケビン・フォン・エリック62歳、未だ健在です。で、その息子さんでロス・フォン・エリック、そして31歳、そしてマーシャル・フォン・エリック27歳、この2人は鉄の爪の3代目ですね、3代目、鉄の爪として未だにプロレスラーとして活躍しているそうです。三男坊デビッド・フォン・エリックさん、内臓疾患、25歳で日本で亡くなっています。そしてこの四男坊のケリー・フォン・エリックさん、ピストル自殺33歳。五男坊マイク・フォン・エリックさん、安定剤の過剰摂取で23歳亡くなっています。で、最後六男坊クリス・フォン・エリックさん、ピストル自殺21歳、若いです。薬ですね、薬、薬、なんとなくですけど、このエリック一族ですね、この息子たち、亡くなった息子さんたち、薬に負けて亡くなったという、そういう印象がありますので、精神的にやっぱり弱いのかなと、そういうふうに思ってしまいます。薬ですね、薬の方にこう負けてしまって、自分の気持ちよりも、薬の方にこう行ってしまっていたんじゃないかなと。家庭環境ですね、すごく興味あります。このフリッツ・フォン・エリクさん、父親としてですね、もしかしたらものすごい強いその感じかな、もう見た目もそうなんですけども、ものすごい強い人だったのかなと。で、あとはそのお母さんですね、母親のお母さんはどんな人だったんだろうかとかですね、このエリック一族のこの事件ですね、は自分の中では、クリス・ベノアの最後のですね、一家心中に次ぐ、残念なプロレス界の事件としていまだに心の中にあります。アイアンクローですね、アイアンクロー、
鉄の爪ですかのアイアンクローの印象、フリッツ・フォン・エリクさんが昔ジャンボ鶴田さんと試合をした際にですね、まあ、これどっなんかの全日本プロレスの総集編かなんかで見た記憶があるんですけども、若手をこう場外からこう頭を掴んでガーッとこう引き上げ、リングの中までこう引き上げてしまう、その映像を見て、まあ、ファンの時だったんですけども、すごいなと。まあ、まあ普通に頭を掴んでこう上げるのもすごいんですけども、片手で人間が、大人の人間をその引き上げるってすごいなとですね、ものすごいすごい力なんじゃないかなって、そういう印象がありました。で、実は後に分かったんですけど、その若手はですね、大仁田篤史さんだったそうです。まあ、自分実際そのアイアンクローは誰からもですね、やられたことがないので、まあ、もちろんこのエリック一族からも誰からもそうやられたことがないので、痛いのか苦しいのか全くよく分かりませんけども、このエリック一族ですね、エリックというふうにその名前がついた人のアイアンクローは、やっぱりもう見た目からしてその痛そうにも見えますし、その苦しそうにも見えるので、なんかその説得力があるんですね。まあ、不思議な説得力、まあ、そういう体つきとか、あとまあ手が大きいとか、なんとなくまあ顔もそのお父さんに似てるとかですね、そんな感じ、まあ、お父さんの一番最初 その若手をこう引き上げたぐらいの、そのぐらいのまあリンゴを潰したりとかですね、そういう伝説がですね、そういうふうにしてると思うんですけども、やっぱりそのエリック一族のプライド、誇りがそういうふうにさせてるのかなというふうに思います。全く他の人 そのアイアンクローとは別物かなと自分は思います。そして最後にですね、橋本真也選手、破壊王がですね、ライバルとしてそのケリフォン・エリックを挙げていた、これは事実なんですけども、当時ケリフォン・エリックを見るたんびにですね、かっこいいな畜生、かっこいいな畜生っていうふうによく言ってましたので、かっこいい人のことすごく好きなんですね、破壊王は。で、まあおそらく自分もそうなりたいという気持ちもあった、そういうのも含めてかっこいいくなりたい、だからライバルはケリフォン・エリックということになるんじゃないかなと思います。実際にふざけて書いたわけじゃなくて、本気で書いていたと思います。そういうふうに記憶しています。ケリフォン・エリックだ俺は、そんな感じで書いていた記憶があります。以上です。今回は鉄の爪、ケリフォン・エリック、そしてアイアンクローについてお話ししてみました。ご視聴ありがとうございました。